千秋寺は浄土新州十派のうちの一つである泉州高田派の寺院。本寺千秋寺と元山千秋寺がある。本山の住職が本寺の住職を兼任している。千秋寺の名の由来は浄土京州派の特徴である千秋念仏に基づいている。 栃木県猛歌市本寺泉修寺三影堂泉修寺は、栃木県猛歌市高田にある新州高田派の本寺の、寺院。三号は、高田山。本尊は、善光寺式阿弥陀三尊。本寺泉修寺と呼ばれている。過ろ元年、浄土新州の海祖である新蘭が、関東各地の京家に入って14年、猛歌上主。 大内国行の懇願により建てられた寺院と伝えられる。また、新蘭聖人聖党伝によれば新蘭が初船師の上で野宿をしていた時に、同時の姿をした、明星天使が現れてこの地に寺院を建立するように、言ったという。その際、品の国善光寺の本尊である秘仏を模した善光寺式阿弥陀三尊を善光寺より迎えて、本尊とした。そのため、 神蘭が混流した唯一の寺だとされている。その後、24にあからの第二番であり、神蘭門邸の有力者の一人であった神仏が管理に当たっていたものと推定されている。翌カ六二年には、ご堀川天皇から先週阿弥陀寺という直眼寺の臨時を受け、神蘭の教家活動は、輸行から本寺中心に変わり、 混流後、約7年間この寺で過ごしたとしている。このように、本寺は東国における初期の浄土真宗の教団活動上重要な役割を果たした寺である。神仏を中心とした、門徒宗は、関東各地の門徒が作る教団の中で最も有力な教団、高田門徒を形成し、 京都へ帰った親鸞から、しばしば指導の手紙や本人が書き写した書物などが送られている。同じ浄土新宗の教団の中では、大谷平等が王朝2年に先修寺の被体を掲げたが、延略寺の反対により撤去している。長らく推備していたものの15世紀半ば頃に、本願寺、第八世連行によって、本願寺教団として、 急速に勢力を拡大していった。また、三門と派戦寺市寺も混流当初は、千秋寺と合していた。当時が、千秋寺を名乗り始めたのは、室町時代のようである。千秋寺を、再び飛躍させたのが、東海、北陸方面に京家を広めた第十世前であった。前は下屋国の有力領主であった、宇都宮正綱の庇護を受け、その子である。 宇都宮茂綱、塩谷高綱兄弟も、新へ没後の十字不在時にもこれを手厚く保護している。また、この頃に千秋寺は、遠略寺等々の末寺となっている。だが、英正九年十月に、前が亡くなると、前の妻の連れ子である大まパと、時はえ三家出身の養子である町派で、争いが勃発する。その最中、本寺千秋寺は、 大令6年に陛下によって炎上し、荒廃した。そのために、前が、伊勢国に建てた一心棚資料樹院が本山とされ、元山千秋寺となっていった。本寺千秋寺の伽藍は、江戸時代に入って再建され、本尊の和光三尊仏は、今もここに暗置されている。本寺千秋寺の北東、約200メートルの場所に、当時ゆかりの初船石があり、また、 南東およそ2キロメートルのところに、泉州寺造営中に、新蘭が仮住居としていたと伝えられる、三谷草案が復元されている。重要文化財国指定史跡栃木県、指定有形文化財泉州寺は、三重県津市一新田町にある新州高田派の本山の寺院。三号は、高田山。本尊は、証古の如来と呼ばれる、阿弥陀如来。本山泉州寺。 一心殿千秋寺と呼ばれている。伊勢国の門徒の要請もあり、また、新たな布教の拠点とするために千秋寺、第十世前が文明年間に無料寺院として創建する。文明十年には、朝廷の尊数を得て、この寺を皇室のご祈願書にするとのご土見門天皇臨時を得ることに成功している。下屋国高田の本寺が、大英六年に陛下によって消失し、 また、教団が大マパと町派に分かれて争い、無料寿院十字の王神が、第十一世となったことから次第に、ここが、教団の中枢となり、やがて本山千秋寺と呼ばれるようになった。数多くある新蘭の神筆類もここへ移され、新蘭の肖像をはじめ、自家で死などの書写生教など貴重な収蔵品を多数、保持している。江戸時代の昇法2年1月、大火で、 全山全焼してしまう。しかし、万事元年に、津藩、第二大藩、首都道光寺から、土地の寄進を受け、漢文六年から、三影堂の再建に着手、遠方七年に完成した。その際、他の浄土新宗の本山寺院である西本願寺や、東本願寺、仏光寺のように主な堂を東表させて建てるのでは、なく、門徒の意見通りに、 これまで通りの南面形式での再建となった。それは、東からの伊勢湾の風が強かったこと、境内地が東西の横長に広がっていたこと、南側に幹線道路があるからなどが理由となっている。浄土新州最大周波の東西本願寺に匹敵する広大な境内を持ち、周囲は寺内町を形成している。2018年には、ドラマ、 マギ天正剣王少年施設のロケが行われた。境内の建物で、ロケが行われたのは、長い歴史の中でも初めてである。本尊、昭拠の如来干渉6年、天台州の延暦寺は、正月早々に以前から対立していた、本願寺、第八世連に王、仏的とし、延暦寺斎藤の首都が、一斉に、大谷本願寺を襲って破却し、3月になると、 再び本願寺を破却した。そんな中、延暦寺は高田派と本願寺派との違いがあまり理解できなかったのか、高田派を本願寺派と同一視して敵視してきた。そのために7月になって、前は、比叡山に登り、千秋寺門流は無下古流とは全く別であることを、陳述した。さらに寺伝によると、その理解を得ようと7日間にわたって、親鸞の教えである、 浄土真宗の協議を抗議したところ、比叡山中の僧侶が感動し、前は、親鸞聖人の再来ではないのかとの噂まで出だした。こうして、高田はこそ浄土真宗の政党だと認められ、縁人が一党三礼で掘り上げた、阿弥陀如来立像を、縁略寺から譲られたとする。それ以来、この、証拠の如来と呼ばれている、阿弥陀如来像は、 一心伝本山千秋寺の本尊となっている。国宝重要文化財三重県指定有形文化財、三重県指定史跡、名称市指定有形文化財市指定有形民族文化財、出典2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による。新州高田派千秋寺では、他の新州教団と異なり、単二章を聖典としても知いていない。 これは、先週時には、親鸞聖人の親筆文書が多数伝来しており、弟子の聞き書きである、単二書をあえて用いる、必要性が薄いとの考えによるものである。なお、先週時は現存している親鸞の親筆文書の4割強を収蔵しており、これは東西本願寺よりも多い数である。ありがとうございます。